はい、ルルカです。今回はね、日本通信さんがまたまた面白い料金プラン出してきましたので、そちらに関してお話していこうかなと思います。こちらご覧ください。はい、合理的スマホ料金、3キャリア対抗プランということで、まあ、このね、文言を思い出す方もいるんじゃないかなと思います。ドコモがアハモの新料金プランを出した時に、そこで日本通信さん、ドコモ対抗プランってものを出してきました。まあ、それがね、今表示されて左側にある、合理的20ギガプランってものになっているんですけれど、かなり衝撃的でしたよね。何しろ、ドコモから回線を借りて運営している日本通信が、ドコモ対抗プランを出すっていう、どうなってんのみたいな感じで騒がれたと思うんですけど、その後まさかのね、さらに合理的20ギガプランドコモ対抗で出してきたわけなんだけど、その後にね、ドコモさんに卸料金が高すぎる、値段下げろっていう感じで総務省のね、力添えもあって、結果的にはドコモ対抗プランっていうね、借りてる側に喧嘩を吹っかけて、さらに卸料金まで下げてもらうっていうね、かなりすごいね、大逆転が起きた日本通信さんなんですけれど、今回はなんとドコモ対抗ではなくて3キャリア対抗プランに進化しました。はい、パワーアップして帰ってきました。ドコモだけじゃないんだよ、3キャリアに対抗したよっていう。ただしなんだけど、ちょっとね、気になる点ありますよね。3キャリア対抗、このチャンネル見てくれてる方であれば、楽天モバイル推しの方もいるんじゃないかなと思うんですけれど、はい、この3キャリア、どの3キャリアなんでしょうか。まあ一応ね、どのキャリアとは記載はされていませんが、まあドコモはね、絶対入ってくると思います。あとの2キャリア、どこなんですか。はい、まあ楽天モバイル入ってないですよね。というか、こういうね、対抗プランとか出すときに、楽天モバイルは比較に出したくないと思います。当然だと思うんだけど、だって紙プランすぎるから、楽天モバイル。質は除くよ。これを言うと、だって楽天モバイル質が悪いだろうみたいな、そういうのが出てくると思うんだけど、質は除きます。はい、まあ、ルルカも分かってるなんですけど、一応日本はね、4キャリアが存在するわけなんですけれど、ちょっと悲しいですよね。3キャリア対抗っていうのはね、新料金プラン、この3キャリア対抗プランなんですけど、合理的みんなのプランってものが登場しました。どんなものかというと、合理的20ギガプランに関してはアハモ、LINEもポボ、この辺の対抗のね、料金プランになってるわけなんですけれど、まあ、20ギガっていう容量、まあ、使わない方も多くいます。まあ、そんな方向けに6ギガっていう使いやすい料金プランを出してきました。というか変更点そこだけです。元々出していた合理的20ギガプランの20ギガそんなに使わない人向けに6ギガに変更、そしてお値段のもうお得に1390円まで下げました。他のに関しても20ギガプラン同様にね、70分つけますよっていう、まあ、そんな、ね、お得な料金プランっていうのが出てきました。まあ、これかなりいいですよね。20ギガって正直家にね、固定回線があったりとか、まあ、そんなにねスマホを使わない方からするとかなりね使わない方も多いと思うんですけど、ちょうどいい感じで値段も下がってるっていうお得な料金プランになってるんじゃないかなと思います。まあ、各キャリアとのね比較みたいのもあるんで見ていこうかなと思うんだけど、まずね元々あった料金プランなんだけど、まあ、こちらはね完全にアハモポボ LINE もとの対抗になってる感じの料金が出ています。まあ、他社がねだいたい3000円ぐらいのところ、日本通信に関しては2000円前半で済むということで、料金的にはお得っていう表になっています。まあ、ただしね、質の面に関して MVNO になっていますので、まあ、キャリアから回線を借りて使ってるんでね、速度だったりとか質に関して同等とは言えないと思いますので、まあ、その辺はねどうやって判断するのか、利用者がね納得できるのかっていう部分でコスパってものが表現されると思うので、まあ、値段だけでねコスパを表現することはできないと思うんですけど、まあ、とりあえず値段だけを見ると非常にお得な料金になっています。まあ、ルルカ的には通話70分ってのも嬉しいかなと思います。このね5分かけ放ってぶっちゃけ微妙だなと思ってるんで、5分で電話できることもあるかもしれませんが、やっぱね5分で伝えるのってなかなか難しいと思うので、月に70分っていうのは非常に魅力的じゃないかなってルルカは思います。そして程よいボリュームもしっかりカバーということで、今回のね新料金プランに関してはドコモだったり au だったりソフトバンクの、まあ、安めの料金プラン、まあ、全然値段的に安くないんだけどね、との比較になっています。でここに関して日本通信さんは6ギガ使えて1390円、70分の電話もついてますよって感じなんだけど、比較されている料金プランに関しては、まあ、5分かけ放もしくは10分かけ放もしくは60分のね通話がついてるので、全部のねオプションが追加された金額っていうのが表示されています。まあ、ただしこのグラフだけ見るとやはり今回もね非常に日本通信さん安い、まあ、実際ね安いわけではあるんですけれど、ここに出てる料金プランに関してはそれこそアハモポボ LINE モとかに関してはサポートを減らす、要は店頭でのサポートだったりとか電話サポートがない状態にすることによって値段を下げたっていう形になっていて、日本通信さんも同じ感じになっています。まあ、電話はあるのかなとは思うんですけど、まあ、店頭サポートってのはほとんどない状態だと思います。なんだけど一応ここに出てるものに関してはフルサポート、まあ、店頭だったりとか電話のサポートを向けることができたりとかする料金プランになってますので、まあ、そこに関しても一概に比較するのは難しいんじゃないかなと思います。それこそポボアハモ LINE モとかに関してもあの容量であの値段まで下げたっていうことになってるんで、本当はその辺がなければね非常に下がるんじゃないかなと思いますので、単純比較するのは難しいんですけど、とはいえ6ギガ1390、70分の通話料込みっていうのは非常にお得感はあると思います。合理的みんなのプランの詳細もありますんで軽くね見ていこうと思うんだけど、はい、先ほどのね6ギガについての部分なんだけど、なんとね総務省調べによると 66% の人をカバー、要はね 66% の人は6ギガで済むんだよってことが書かれています。666、悪魔の数字、言いたかっただけです。はい、次、もっとデータ欲しい人は1ギガ対275円で足せます、足せるから大丈夫だよって感じで記載されているんですけれど、キャリアから比べると非常にねお手軽な金額になっているんですけど、それでも高いですね。1
1ギガずつ足すのは。なので、まあ、多分3ギガとかね、足しちゃうと、20ギガプランと変わらなくなってしまいますので、まあ、基本的にね、6ギガを超えてしまう、毎回超えちゃうような人に関しては、違う料金プランにした方がね、いいんじゃないかなと思います。そして、1390円に含まれる通話料70分。この70分の通話料、いいですよね。まあ、それこそ、キャリアとかに関しても、万一のためにかけ放題とかに入っている方も非常に多いんじゃないかなと思います。それこそ30秒22円もね、電話料金かかりますので、1時間話したら2400円以上取られてしまいます。そう考えると、かけ放題入った方がいいんじゃないかなと思って、入る方もいると思うんだけど、70分あればね、それなりにね、電話もできると思いますので、安心感がね、生まれるんじゃないかなと思います。そして、70分以降に関しても、電話料30秒11円ということで、キャリアのね、半額で使うことができる。ここに関してもね、非常に魅力的じゃないかなと思います。しかも特別な通話アプリを使わないっていうところで、格安 SIM とかに関してはね、多くのところで、それこそ、キャリアのね、半額で電話できますよ、みたいなのを記載しているところもあるんですけど、それに関しては、あくまでね、通話アプリを使った場合とかになっていますので、通話アプリなしで半額で利用することができる。まあ、ここもね、非常に魅力的じゃないかなと思います。我がね、楽天モバイルに関しても、料金安くて、かけ放題がついているわけなんですけど、あくまで専用アプリをね、通さないと無料になりませんからね。使えるエリアはドコモと同じっていうところで、ドコモの回線を使っているので、日本全国でご利用いただけます。まあ、こちらに関してはね、格安 SIM が出た当時に関しては、かなり悪どい格安 SIM も出てきました。ドコモと同じ回線を使っているので、ドコモと同じように使えますよみたいな感じで、記載しているところもあったわけなんですけど、これ良心的ですね。使えるエリアはということで、まあ、ドコモ回線使ってるんで、エリアは一緒です。ただし、MVNO になっていて、借りた回線を、まあ、分配してるってことになるので、まあ、ドコモと同じ品質かはわからないっていう形になっています。でも、エリアとしてはドコモと同じように使えますよって形になっています。で、お支払いのイメージなんですけれど、まあ、残念ながら初期手数料がかかります。3300円。まあ、この辺に関してもね、我らが楽天モバイルをはじめ、ここ最近ではね、初期手数料かからないところも増えてきたわけなんですけれど、このね、日本通信さんに関しては手数料3300円かかりますと。なので、まあ、気軽にね、今回の新料金プラン試したいなと思って移行したい人もいると思うんですけど、この3300円がネックになる方もいるんじゃないかなと思います。短期間でやめた場合、それこそ2ヶ月、3ヶ月とかでやめた場合に関しては、この料金プラス1000円ぐらいかかってしまうという形になるので、縛りとはね、ないんですけれど、速攻やめてしまうと、縛りがあるような手数料を払わなきゃいけないという形になってしまいます。月額料金に関しては1390円。6ギガついて70分かけ放題。残念ながらちょっと質に関してはわからないんですけど、ネットの評判ではね、悪くない日本通信さん。この値段である程度の質を保って、6ギガと70分かけ放題がついてるんであれば、値段と質がね、今まで通り、ネットのね、評判通りであれば、いいんじゃないかなと思います。ただし、今回に関しても、かなりね、お得な料金プランになっていますので、まあ、今後ね、質がどうなってくるのか、そこが非常に注目が集まる点じゃないかなと思います。質さえある程度あれば、この料金プラン、かなりいいと思います。で、まあね、縛り、先ほども言った通り、縛りはないって形になっています。最後にね、まあ、よくあるご質問っていうのもあったんで、これ気になるところもね、あったんでね、何個か見ていこうと思うんですけど、回線速度はドコモと変わりませんか？先ほど言った通り、このね、日本通信に関しては MVNO、格安 SIM と呼ばれるものになっています。ドコモから回線を借りているので、まあ、ネットワーク自体はね、ドコモのものになっているので、まあ、エリア的にはドコモと同じように使うことができる。なんですけど、回線速度に関してはちょっと違う点もあるので、本サービスはドコモのネットワーク、LTE プラス 3G を利用しています。通信速度自体はお客様の利用場所、時間、環境によって異なるため、当社サービスがドコモより早い場合もあれば、遅い時もあります。早い場合もある。ちょっと謎ですね。本サービスはビデオ会議や動画を視聴する等のサービスを常に快適にご利用いただけることを目標にしていますということで、元々のドコモ回線であれば快適に利用することができるんだけど、注目点としてはドコモより早い場合もある。ドコモから借りた回線をドコモより早く使う。ちょっとね、謎仕様になってくるんですけど、そういう感じになってるようです。まあ、基本的には遅いって考えた方がいいと思います。だってビデオ会議や動画視聴をする等のサービスを常に快適にっていう風に言ってるんで、まあ、ドコモの回線だったら基本的に常に快適なんでね。ただし、ドコモより早くなることもあるみたいです。そして次なんですけど、まあ、データ容量を超えた場合どうなりますかってところなんだけど、低速速度になります。まあ、ここ最近であればね、アハもポボ、ラインもとかに関しては、容量を使い切った後でもね、低速が1メガ出るということで、1メガ出ればね、いろんなことができるって状態になるんで、最近の低速って意外とやるんですよね。なんですけれど、このね、日本通信に関しては、動画やストリーム音楽など、高速のデータ通信が必要なものは、視聴が困難になります。メールとテキストのやり取りくらいができる程度ですということで、1メガ出ていれば、音楽だったりとか、動画も見ることができたりとかするので、メールとやテキストのやり取りができるくらいしてるので、それこそ128とかね、最低まで下がる可能性もあるんじゃないかなと思います。まあ、その辺の質も含めてね、一概にいろんなところと比べるのは難しいんじゃないかなと思います。そして次がデータ量の繰り越し。まあ、この辺に関しても繰り越しができないって形になっています。あと気になる点としては、あ、これかな？通話は通信専用アプリ、プレフィックスを使うのでしょうかということで、まあ、通話のアプリをね、使わないとできないのかってところに関して、スマホの電話から普通に電話するだけで別途通話アプリをインストールする必要がありませんということで、ここは非常にね、魅力的じゃないかなと思います。やっぱね、電話アプリとかってめんどくさいですからね。サポート体制ということで、先ほどもね、お話しさせてもらったんだけど、日本通信ヘルプディスクを対応しております。初めての設定でも繋がるまで親切にサポートいたします。土日祝日
日も受け付けておりますということで、まあ、残念ながらね、キャリアとかみたいな感じでキャリアショップとかがなかったりするので、まあ、自分でね、その辺はやらなきゃいけないとか、まあ、そういうの込みでの値段の安さになっています。そこはね、注意が必要かなと思います。あと、プラン変更に関してなんですけれど、まあ、通常のね、合理的プラン、まあ、20ギガだったり、みんなだったりとか、かけようプランってものに関しては、変更ね、行き来することができるんだけど、ダブルスマートプランっていうものに関しては、現時点では移行できませんので、注意が必要かなと思います。以上がね、合理的、みんなのプランになっています。高速通信6ギガ、プラスね、70分かけ放題がついて1390円。まあ、非常にね、お得な料金プランになっていると思います。ルルカが推している楽天モバイルとかを比較にしてしまうと、楽天モバイル自体がね、はい、こんな感じで1ギガまでタダで利用することができてしまったりとか、どれだけ使っても無制限とかね、まあ、ちょっとね、チートみたいな料金プランになっていますので、それこそね、日本通信さん同様にね、比較表を出してしまうと、こんな感じになって、まあ、0円980円、1980円ということで、圧倒的なね、料金プランを出してしまっているんで、まあ、ちょっとね、比較にならないかなと思うんですけれど、その分ね、楽天モバイルに関してはまだね、通信品質安定していませんし、かけ放題といえ、アプリを使わないとね、電話をすることができません。そういうね、不安定な部分もあったりとかするので、まあ、日本通信の質がね、どこまでいいのかはちょっとわからないんですけれど、合理的みんなのプランの方が、まあ、安定して使えるんじゃないかなって気はしますので、それに関しては、いろいろとね、比較して、自分に合ったような料金プランを選ぶといいんじゃないかなと思います。こういう感じでね、いろんな料金プラン、面白い料金プランを自分で比較してね、選べるっていうのも、かなりね、いい時代になったんじゃないかなと思います。昔のね、キャリア一択で選んで、高い料金払わなきゃいけなかった時代とは、かなり変わってきた、今の世の中ということで、ルルカも、まあ、いろんなね、こういうお得な料金プランとか紹介していきますので、自分でアンテナを張ってね、自分のね、納得いく料金プランを選べばいいんじゃないかなと思います。今後もいろんな動画、毎日更新で上げていきますので、よろしければ、チャンネル登録、いいね、コメントお願いいたします。今回も動画の最後までご覧いただき、ありがとうございました。